東京都立武蔵高等学校、附属中学校、東京都立武蔵高等学校、附属中学校、東京都立武蔵高等学校、附属中学校は、東京都武蔵野市境四丁目にある都立中学校、高等学校、中高一貫生とも学校、府立13校所を前身とする東京多摩地域の都立高等学校である、二千八年度から、 併設中学を3クラス編成し、併設型中高一貫制となる。定時制は2007年度から募集停止となった2008年度から杉並区の小木久保高校内へ、武蔵高校小木久保分校定時制課程として移転し、2010年3月に閉化。学校群制度時代は、三鷹高校と共に74群を成していた。自主自立と、 文武両道の精神が根付いた校風で、高校3年間は自由服など自由度は高く、行事や学校予算など、学校生活の大部分が、生徒の自主性と裁量に任されている。部活動でも、生徒の自主性が尊重されており、部活動加入率は100%近い、部活動も参考。2002年には、校舎が建て替えられた。中学1年時から、 修熟度別授業や少人数授業が多用されるほか、土曜日講習も月2回程度実施される。また、高校1年時には勉強合宿が実施される。独自科目の地球学では、地球の視点から物事を見ることをモットーに、社会科学と自然科学を横断して、地球上のあらゆる事象について学ばれ、教科の枠を超えた学習がされる。高校1年時は高い理性と別クラス。 高校2年次より混合クラスとなる。高校の入試は2007年度入試から事項作成問題が3教科で実施されていたが、2014年度入試からは、併設型中高一貫教育校グループでのグループ作成問題が同じく3教科で実施されている。付属中学校の入学者選抜で課される適正検査は他の公立中高一貫校と比較して問題量が多く、 難易度も高めに設定されており、小石川と同じく私立中学平願者が多いことをかなり意識した問題姿となっている。小石川、武蔵、両国で都立中、誤算やと称されることがある。2015年度入学分から適正検査は選択式となり、共通問題と独自問題の2種類に分かれ、おおよそ3、2の比率である。 練馬ーに、私立の武蔵高校があり、同校と混同されることがある。武蔵野市内の都立高校には他に、武蔵野北高校があるが、こちらは、のがついている。三大行事として6月に、音楽祭、9月中旬に、体育祭、文化祭が行われる。これ以外にも地球学発表会、新入生歓迎会、遠足、球技大会、 修学旅行など様々な行事がある。地球学で行った個人研究集体制として、中学3年時に中間発表が開催され、高校2年時に最終発表が開催される。大学レベルの論文を目標とする。なお、高い理性は高校2年時の発表会に参加する。武蔵高校伝統の行事である。大抵の場合、 一学期の中間交差後に本格的に準備が始まり、生徒は朝練習や放課後練習など生活の様々な時に合唱練習に打ち込む。本番は所沢市民文化センターミューズの大ホールを利用して行われる。クラス発表と各部活の発表があり、最後にクラス発表に関連した表彰がある。音楽祭は音楽祭実行委員会通称音味によって 夏から、つまり開催される前の年から打ち合わせを重ね企画されている。高校の衣装は各クラスによって異なっており、主に曲に合わせてデザインされている。1年生の衣装はプリント T シャツが好まれ、2年生からは自由な衣装が作られる。夏休み前から準備段階に入り、夏休み後半に集中して練習がある。高校から年生を赤、青、黄、 白、緑の五つの段に分け、団体校で競技を行う。個人競技はなく、全員リレーや、騎馬戦、棒倒しなど、団体競技のみである。目玉競技はダンスであり、各段ごとにダンスを行う。男子のみを方、女子のみを、ギャルズ、男女数ペアのものを、アトラクという方、ギャルズは全員参加だがアトラクは、各段二十組程度。これは、 総合順位と別に順位と表彰がある。また、競技の他にも、各段が、前々から、準備、作成する、段期があり、概ね2メートル、3メートルの布に絵が描かれたもので、ある。これもまた、総合順位と別に順位と表彰がある。中学の方も3段に分けて行う。2日にわたって開催される。発表形式は、クラスは展示と、食品、部活は、 展示、舞台発表、競技実演、食品などがある。また、職員劇もある。地域住民などの来客が多く、生徒以外が多くなるため、生徒は接客に奔走する。準備は、大抵の場合、夏、休み明けから行われ、文化祭前々日は午後準備、前日は、前日準備である。また、文化祭後の二日は振り替え休日で、文化祭の次の金曜日に、 体育祭が行われる。武蔵高校の文化祭実行委員会は通称文実と呼ばれる。文実は正式にはクラス分身と文化祭実行委員の2種類がある。ここで説明するのは文化祭実行委員の分身である。文実は委員長をはじめとする以下に示す8つの班から成り立つ。文実は各クラスから2人ずつ年度はじめに選出されるが全年度に 分美だったものは、この各クラス二人に関係なく、分美になることができる。活動期間は、主に4月から文化祭当日までと、文化祭後の大きく分けて二つがある。前者の期間では、主に文化祭当日へ向けた準備がなされる。また、後者の期間では、会計処理や、総括の作成がある。これら、すべての活動は、生徒が主体となって行われ。 顧問はアドバイスをする程度に止まる。中高ともにあるものは、中学単独のものは、高校単独はのものはを記してある。中があるものは、2017年度から、中学新入生募集停止である。中があるものは2017年度から、中学新入生募集停止。委員会活動も、生徒の自主性が重んじられており、盛んに行われている。 印のものは高校のみ、院は中学のみ、クラブ委員会を除き、基本的に各 HR からそれぞれ2名が委員になる。制服は現在多くの学校において主流であるブレザーを採用している。世界に羽ばたくリーダーを目指す教育目標をもとに、国連ブルーを基調としたデザインとなっている。女子の制服はスカートにストライプの柄があり、青が基調になっている。 ブレザー、ズボンは基本的に黒一色であり、スカートには青色と紺色、黒色でのチェック柄の装飾が施されている。ネクタイ、リボンには青白黒の斜めストライプ柄の装飾が施されている。女子はスラックス、ズボン、ネクタイを着用することは認められている。陶器の陶芸工事のみか、カビでないものに限る。なお、 カビでないものの基準は明確には定まっていない。冬服は、ブレザーとズボンスカートと、長袖は一シャツブラウスを着用し、ネクタイ、リーボンの着用も義務付けられる。夏服は、ズボンスカートに半袖、長袖は一シャツブラウスを着用し、ネクタイ、リーボンの着用は、学年集会のような清掃時のみ義務付けられる。なお、武蔵堺駅から徒歩で行く際には、 野の,のは口改札、駅西側から北上に、道なりに進むとわかりやすい。野の,のは口は交通系、IC カードでしか通れないので注意が必要。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。